Und wir kommen zurück bei Yakuza 6. 大丈夫か。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。話せるか。なあ。また。その俺はデカだ。あんたの話にそれについちゃお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いて、俺もローも無条件に。ロー。今さら何かを隠し立てして。分かった。それじゃあロー。そして、搭乗会とのコース、そしてその根底にある。まず。尾道の秘密について。なんだって、それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、広瀬のおやっさんはめようとして。落ち着け、ユータ。尾道の秘密とは、ある計画のこと。ある計画。日本が世界を相手に戦争してた頃、おそらく軍事機密に関わる何かし。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の採用会とで。そういうこと。そして私が初めて、父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱とな、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元には鍵となるもの、尾道のある場所を示す。あいにくあれから30年経った今も。30年前か。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道のクルスってやつが原因でクルスは裏社会。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業、極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんど。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密とある裏取引を苦す。それが兵配図。そして架空の戸籍を当て。ああ、そう。中国という国家に戸籍がなく、教育もなく、ただ裏社会での将来だけが役。だから彼らは日本人に生ま、我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお題は、我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる。造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏からイン。クルス・タケルは私のヒュ。クルスは密入国に手を貸し、兵かなりのリスクがあった。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だが、とにかく私の思惑通りに。以来私は中国本土で採用会に日本不可侵、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないので。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた。1年前のアジア街の大火事、あれは搭乗会があんたらを引き込めた。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子。あの男は密かに私の息子ジミ、搭乗会の菅井をも巻き込んで採用会に日本進出を求めてきた。ですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。
ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないという、どういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上会再生計画。カムロ町東上会再生計画。常雄の目的は菅井と染め、ゆくゆくは神室町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって、あとは岩見、まず登場、そして自分の言いなりになる菅井に登場会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく常雄は
アジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしてもツネオの暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスはヒロユータを。あんたがヒロユータを言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いことハルカをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃハルカもハルトも今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、キリ。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア外に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時偶然かもしれんが、眠っていたあいつを必死になって目覚まにはいいニュースもね。そうか。だってさ、桐生さん、尾道の秘密はあなたに。何だと。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で。さっきあんたが言ってた。ああ、解読私には解けなかったが、尾道に詳しいもん。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした。あなたはさ、私の息子が愛した娘の父親。つまりもちろん今さら私にユータの父親面する。しそれでも私が尾道の秘密と。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親というべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て。あんたさっき時間が残す。私は宇佐美優太を後継者とすることを断念し。何？それは最妖怪の血の掟を待つ組織は存続するために私に代わるは。同時に掟を破った者にはそうするじゃ。間もなく最妖怪の資格が私のもとに来るはずだ。最妖怪はアジア外。心残りは岩見恒夫に殺されたジミーローのか。ロー、言う。私はあの子の最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。
Tour, das war eine Information, die wir bekommen haben. あいつはもう、ローは俺に、俺はこれから尾道に秘密を暴きに。ああ、あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決、俺にはあいつらに。なんでお前がそこまで、ローが姿消したってんなら、もう春とや遥かが狙われる理、お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要は。広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたの。それをもう俺の用は済んだと。たく、お前ってやつは変わらん。ユタ、お前は春とを連れて遥かのところへ行け。え、尾道へは。なんですか。俺はな、ユタ、俺の目の前で遥かの両親が、あいつもいつか好きな男ができて、そんな日が来るまで俺が。兄貴、今の遥には、だがそれは父親の役目じゃない。そう、ローは広瀬のおやさんのことを好き放題でたらめ。俺はおやさんの無実を。それでやっぱりおやさんが無実だったら俺は。おい、なんだよ。デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのか。いや、宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話。ちょっとこいつのことは任しとけ。だってさ、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘、俺にはよくわかるよ。俺行く。マジかよ、あんた頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。Oh, das war dann der Part.